ちゃっ、こんにちは。さあ豊さん、はい、巨人のエースピッチャーと、はい、もう球界のエース、はい、抑えのエースだよね、はいはい、この菅野投手と大勢投手が、はい、このキャンプフォームを新フォームで現れました。まあ、そうだね、はい、まあね、選手っていうのは、はい、まあ、例えば1年間過ごしてみて、まあ、そこに反省とか、はい、まあ、良き点もあり、うん、で反省の部分っていうのは、まあ、例えばフォームを直そうかなとか、うん、修正しようかなとか、はい、まあ、こういうことを考えてこうしてみようかなとか、うん、まあ、そういう発想生まれるよね、絶対に、はい、それはやっぱこう自分が向上していきたいしね、はい、あのこれでいいっていうことはほぼないんだよね、はい、で確固たるもの、うん、あ、これをやったら必ず打てる、これをやったら必ず打ち取られる、うん、だから修正点はここだっていうのが見つかればさ、はい、そこの呼び起こしだけでキャンプはいいんだけど、はい、より以上のものを出していこうとしたら、はい、それ以上のものを考えていかなきゃいけないんだよね、はい、だから菅野はある程度年齢による無駄のなくしだな。あの菅野投手というと結構毎年とか 2,3 年に1回フォームを結構大幅にモデルチェンジしてきましたよ ね、うん、まあ、どうやったって俺は菅野は投げたら勝てると思うよ調子が良ければそこはもう調子の問題なんです、うん、だけどやっぱり一応考えて賞賛を求めてるんだと思うよ、はい、こうやったらボールがいく、こうやったら絶対勝てるっていう賞賛を求めてる、うん、はい、それはやっぱ無駄のなくしなんだよね、まあ、年齢的に言っても、はい、やっぱね、若い人っていうのは無駄があってもそれを補うだけのパワーとかスピードがあるんだよ、はい、でも年を取ってくるとやっぱこうパワーも反射も遅れてくるんだよね、うん、ということはやっぱその無駄をなくすということ、うん、でそれはなんかセットポジションみたいにこう足をこうあれしておいて、はい、でちょこっと直してから投げるという、はいはい、普段はこう足を引いて、はい、ここを踏み替えをして、はい、足が上がって投げるというフォームだったんだけどさ、はい、これをもうセットポジションのように前に置いておいて、うん、ここからパッとセットしてここのリズムで足を上げてそのまま投げるという、はい、まあ言えばセットポジションを、ただこれをこう踏み替えることによって、はい、この後ろ足ね、引いた時の感覚を出してると。ああ、そこに、そこの感覚なんですね。だから無駄はここの踏み替えをやらないという。あ、足をこうやって引いてたら、引いててこうは入れてないからさ、やっぱこうやって向けてるから、ね、はい、ここを持っていくと同時にここを踏み替えるから、セットだとここの踏み替えはしなくていいわけよ。この無駄をなくすという。あ、そういうことなんですね、はい、だから無駄があるとやっぱなんていうの、ブレる可能性がある、はい、無駄がないとやっぱ菅野みたいな完成品みたいな投手っていうのは、うん、無駄をなくせばなくすほど精度が上がる、はい、ただパワー的にはどうなのかなっていうのがあるけど、うん、やっぱ後ろからこう足上げてダンと流れた方が勢いはつくじゃない、うん、そうですよね。だけどボールは行ってたな。いや、そうなんです。ブルペン、あれ5日目のブルペンでその新フォームで、うん、ボールは行ってた、行ってるので、うん、おそらくじゃああのフォームで今年は開幕から行くのかなっていうことなんですね。まあ、そうだね、うん、で菅野の頭の中に、まあ、常にやっぱ右足の股関節に体重を貯めとくっていうのが、はい、やっぱ菅野の一番の基本なんだろうね。投げる、はい、強い球を投げるという意味では、うん、だから後ろから行っててもいいんだけど、後ろから行って踏み替えて足が上がった時にやっぱなんかこうちょっとしたブレが出ると乗ってないようなバランスを取るために足一本足で立たなきゃいけないから、はい、その時にためがあったりなかったりする感覚があるんだろうね。ああ、その感覚の差をなくすためっていうこと。なくすためにここにセットポジションのように構えておいて、一回こう踏み替えて入れといて、ここを意識しておいて、股関節を意識しておいて、足が上がったら確実に乗るような、いや、あのフォームだと確実に乗ると思う。そうですよね。で、本人やっぱり曰く、どうしても調子いい時でもその右足がちゃんと正位置になってるかなっていうのを投球フォームをこうしながら探り探りやってたのがすごく嫌だったっていう。まあそうだろうね、はい、だからそれがストレスになってたんだよね。だからそういうの一時期ここに構えてた時あるじゃない。ありました、はい、ね、これはやっぱ先に手は行っといて、足と手が一緒になるとやっぱこう
感覚的なブレが出てくるんじゃないの、うん、だからここに行っといてこうひねって入れてみたいな、はい、股関節にね。だからやっぱり菅野の頭の中にはその股関節に、右の股関節だとか右足に体重をためるという、力をためるという動作がやっぱり一つのテーマにあるんだろうね。まあそれ誰しもそうだよ、ボールを投げるっていうことはそういうことだから、はい、でそこが一番の基本で、下半身の力を爆発させて投げるわけだから、はい、うん、無駄がなくなる、まあでもいいと思うけどね俺はね。あとそのストレス、他のところに気をもっと配れる、ストレスがなくなるっていうのはどういうところに神経を逆に使えるってことになるんですか。その右足の位置を気にしなくていいっていう。いや気にしなくて良くなったとしたら、うん、全部がもう整うんだよ。ああ、もう投げることここに集中できるってことになるんですか、ね、そうそうそう、もうこのリリースポイントに集中できるって、もうここが乗ったらあとはボールが行くだけ、リリースポイントさえ間違えなかったらボールは行くという、はい、そういうことなんですね。そうすると省エネにもつながるんですか。まあそうだね、無駄な動きがないからね、うん、まあ大した差ではないとは思うけど、はい、まあだけど無駄がない分だけ省エネって言われてもいいよね、うん、あと阿波のコーチかなんかがルイにいるときはそれ僕取られるぞって言ってたのは、そうそう、あの2段階のあれですよね。まあそうそう、いや2段階というのは止めなきゃいけないよって、どっかで静止をしなきゃいけないよって、うん、それはもうね、あのクイックの時っていうのは、はい、やっぱもう無駄を一番なくして投げなきゃいけないわけだから、クイックで投げなきゃいけないしね、ランナーがいるとね。だからその時にはもう乗せ方は分かってるんだよ、はい、ただランナーがいない時とか、うん、ね、あのノーエンドアップでこう投げるんだけども、その時のフォームを探してるというね。ああ、そこですね、うん、まあでも俺もやっぱ年齢を重ねるたびにね、やっぱ1歳年取るっていうのはやっぱなんか一つ無駄を取っていかないとって、無駄がなさそうであるから、だからやっぱこうボールが来るのに最短でコンタクトするとか、そういうためにはどこの無駄を省くとか、まあいろんなことも考えてきたけど、やっぱ菅野もやっぱある程度年を取ってね、やっぱこうなんていうの、無駄というか、そういうものを削り取りたいんだというふうには思うけどね。で本人もまあなんかあのいい感じだよみたいな、ね、いや悪いことでは全くないしね、はい、うん、だからいずれはまたああいうフォームにはなるんだろうし、はい、まだ力はあると思うけど、うん、早めにやっといた方がいいかもね、はい、さあそしてもう一選手、大勢投手もフォームを変えてきました、はい、変わったねいやちょっと申し訳ないけど、一発目投げてその映像を見た時にプッて笑っちゃったんだよね、はい、あれ一回そう折り曲げるんですよね、右一回曲げちゃうんだよ。そうなんですよ、結構そこで伸び上がるんだよ、またあれグラグラしないのかなとか思っちゃって、逆だよね菅野とは。はい、あれはまたなんかどうしてなんですかね。まあそれが自分のタイミングとして合うんだろうね、はい、まあ、今シーズンのオフから取り組んでいて、軸足の膝を折る新フォーム、うん、でブルペンでは本人しっかり投げられているので、対バッターの時にしっかりできるようにしないとで、体には全然そんなに負担来てないので、これでいこうかなっていうふうに大きく変えている感じは本人はしない。負担は来てないっていうのは、うん、やっぱ1イニングしか投げないから、うん、負担は来ないよ。そういうことなんですね。まあ、2、30球だもん、多く投げたとしても。だからそれで負担来たらさそれはやめとけよって言うかも。そうで、これで WBC も行くっぽいんですけど、うん、まあ、WBC のために選手はいろいろフォームを変えないとかね、はい、してるわけではなくて、まあ、シーズンを通してね活躍するために、まあ、新しいフォームをね、はい、見つけたりとか、うん、まあ、高橋宏斗でもそうだよね。そうですね、フォーム。でも WBC という責任があって、その前にこうフォームを変えるっていうのは相当勇気がいるとは思うんだけどね、はい、でも俺はあんま好きじゃない、あの菅野とは違ってね、大勢投手のフォームがってことですか。だってプッて笑っちゃうの。あれちょっとバッターから見てると、俺は藤田元志さんっていう、うん、あ、はい、巨人の監督ね、元ピッチャーの慶応のピッチャーからジャイアンツのエース18番ね、はい、つけた人なんだけど、その人に俺が最初に解説者になった時に、藤田さんがいたのブルペンに、はい、あれどこのブルペンだったか忘れたけど、俺ピッチャーのことなんか全くわからない、はい、藤田さんのとこ行ってね、藤田さんちょっと申し訳ないと、ピッチャーの見方が全く分かりませんと、はい、でピッチャーってブルペンでどういうとこ見たらいいんですかって聞いたときに、藤田さんはいいピッチャーは絶対に綺麗なフォームをしてる、だから見ててもうなんかストレスがない、はい、
飽きない、そういうピッチャーがいいピッチャーなんだよって、うん、だから菅野なんか見てて、で無駄がどんどんなくなっていくからさ、あれずっと見てられるよ、何のストレスもなく、はい、うん、でも大勢のが最初はポッて笑っちゃったんだよ、申し訳ないけど、ちょっとびっくりしました、ね、びっくりしたよな、はい、みたいな、ちょっとびっくりしました、あれそこから伸び上がる、はい、でまた投げるみたいな、っていうちょっと不安だな俺は。例えば打者から見てタイミングが取りづらいとか、いや取りづらいのはあるにしても、それはね初見では会いにくいかもわからないけども、まあ2回3回、うん、またビデオが回る、はい、そしたら合わせられるよプロの選手だったら。ただ大勢も俺はそんなこと考えなくてもしっかり投げれるピッチャーだと思うんだけどね。それもやっぱ軸をしっかりさせたりとか、そうだね、そういうことも、やっぱりこう体重を1回右足にこう感じさせておいて、でそこから伸び上がって今度は上から下に叩きに行くんだよ。そこのパワーを蓄えといてダンといくんだよね、はい、それは考え方は間違いではないと思うんだよ、うん、でも一回沈まなくても、ね、俺はなんで上から下にザーンとしたさ、はい、移動するパワーっていうのをものすごく感じてたから、はい、そこが必要かなっていうのはちょっとあるけど ね、うん、そうですね。ただこれはやっぱ本人がいいとして、はい、まあ、やってることだしね。で1イニング絶対抑えなきゃいけないピッチャーだからさ、はい、だから先発とは違ってさ、こんなホームじゃ5回も打たない、うん、せいぜい3回で足パンパンになるぞみたいな、はい、お前相当走れよみたいな、そんなホームなんだよね、はい、いやだから抑え限定で1イニング、うん、そこに最大限のパワーを出すために多分大勢は考えたと思うんだよ。だからその大勢の結果を見なきゃわからないけどね、はい、うん、だけど俺は藤田さんの教えが頭にあって、綺麗なやつがやっぱり勝つし、うん、エースになっていくんだよって、うん、だからその言葉がずっと頭にあるからさ、やっぱ確かにこういいピッチャー、山本由伸でもそうだし、はい、あの佐々木朗希でも、うん、なんかダイナミックで、そうですね、まあ、綺麗なフォームしてるよね、うん、だから、まあ、マー君でもそうだしさ、ダルビッシュだってな、綺麗ですね、も綺麗だよな、はい、だからそういうピッチャーになってほしいなと思う一人だから、うん、あのフォームで大丈夫かなと思 う、ね、は思うけどね、うん、きっとおそらく、まあ、今シーズン入ってまた何かおかしいなと思ったらまた元に戻したりとか、うん、ちょっと調整しつつになっていくのかもしれない、ね、まあそうだね、うん、まあ、だからこれはもう抑えっていうのは結果だからさ、はい、なんていうの、先発ピッチャーも結果ではあるけども、でも勝ち負け使わなくても、まあ、あとは1点取られてこっちが0点に抑えられたら負け投手にはなるけども、はい、大勢の場合は絶対勝たせなきゃいけないピッチャーだからね、うん、だからそこら辺はあまりもう自分の本人の、はい、あの高橋宏斗が、いや、そらないぜみたいな、セニョール、うん、セニョリータみたいな、そうですね、古かったな、ちょっと今ちょっと、昭和を感じましたね、もっと大きく伸びてほしいからね、先発として。でも大勢は絶対に1イニングっていうのがあるから、はい、ちょっと感覚的には違うけどね、言ってることが、まあ、だけど、まあ、結果を見るしかないな、大勢の場合はな、そうですね、まあ、うまくいってるホームだというふうに、うん、まあ、信じるしかないよね、そうですね、WBC もあるしね、はい、で豊さん、大勢投手には聞けないかもしれないんですが、菅野投手には、うん、ね、豊さん、聞くチャンスがちょっと、まあそうだな、はい、ちょっと聞いてみるわね、あの豊さん、チャンスがあればな、はい、でブルペンにも豊さん見るんですよね、まあ、多分行くと思う、もちろんもちろん、うん、その時にちょっと新フォームの入り、まあ、話ができればね、はい、ちょっとあの聞いてみよう、そうですね、うん、ぜひぜひこれあの YouTube でもあの話していただけるんですか、いやもちろんもちろん、どうだったかっていうのも、うんうん、まあもしあれだったらインタビュー撮りたいよね撮りたいし、はい、あとはスタッフの力かなそこあの中大ラインはないんですか、中大ラインなら使えないと思うよそこはうーそうかいやデーブだったら、あ、いや、あ、天野がおった、あ、そうですよ、天野に聞けばいいよ、最低、そうですよ、うん、最低ってことで、いやいや、まあ、万が一があったら、ね、万が一、そうですよ、天野が力になってくれるやろ、そうですよね、ちょっと豊さんのキャンプに行って巨人の、ね、キャンプもまた行かれるので、はい、ぜひ見てきて聞いてきてください、はい、言えてないよ、ね、もう一回言えぜひキャンプで見てきて聞いてきてください、はい。